今月創刊された小学生向けのサッカー情報誌バモスです。トレーニングや怪我の防止に役立つ知識のほか、白熱するプレーの瞬間を収めた写真などを掲載しています。バモスはポルトガル語で頑張ろうの意味、サッカー少年や保護者への応援の気持ちが込められています。情報誌を制作した江藤優さんです。表紙を見た時にやっぱ子供たちがいっぱい乗っとくのも面白いっていう子供目線のですね、まあ、子供たちがいっぱいプレイしてるとか一緒に写ってるシーンは結構目に刺さるっていう子供目線の意見はもらったからですね。大野城市出身の江藤さん、6年前まで第一線で活躍する J リーガーでした。福岡大学時代に日本代表にも選ばれ、2006年サガン鳥栖に入団。3チームで12年間のプロ生活を終え、今は妻の地元中川市で少年サッカーチームのコーチをしています。指導の現場に入ってみてやっぱサッカーは好きですし、まあ、頑張ってる子どもたちを見てるっていうのはすごく楽しいし、サッカー知ってる人だけのページにはしたくないから、情報誌の制作には江藤さんの思いに共感したプロのカメラマンやデザイナーも参加。それぞれの意見を出し合い、市販の雑誌にも引けを取らないクオリティまで磨き上げていきます。ただし値段はつけません。誰でも気軽に手に取って読んでほしいという思いから、フリーペーパーとしてスポーツ店などに置くことを決めました。小学校の時に、僕らの時代は新聞でしたけど、まあ、白黒でしたけど、まあ、例えば江藤優という名前が載っただけで、まあ、すごく嬉しかった、まあ、魅力でありますけども、福岡県の少年サッカーのレベルアップに少しでも役に立てればなという思いでもいます。引退直後は家族との時間を大切にするため、会社員として働く道を選び、サッカーの指導はしないと心に決めていました。しかし小学生の息子が所属するサッカーチームから依頼され、指導を手伝うようになります。次第にこれまでの経験を伝えたいという思いが強まり、本格的に指導していく覚悟を決めました。しっかり止めろよ、しっかり止める。指導を経験した結果、そういう経験で、まあ、バモスを、そういう雑誌があると、まあ、今頑張ってるサッカー少年保護者に喜んでもらえるかなっていう気持ちが芽生えてきた。少年サッカーの大会が開かれたこの日、完成したバモスを創刊に先駆けて子どもや保護者たちにお披露目しました。嬉しいですね。なんかずっと多分息子も見たら喜ぶと思う。多分残るこれね、雑誌で使われてるような表紙と、あと出来具合かなりいいんじゃないですか。ありがとうございます。これだったらみんな興味持ってね、なんかこう大事にしそう、なんか後残りそうな感じ、ずっと残しとってほしいですね。初めて目にする情報誌に子どもたちのテンションも上がります。前はなんかめちゃくちゃ下手くそだったり、こんな雑誌にも載れるだって成長したんだなって。乗るために頑張って練習とかも試合とかもしようと思う。確かな手応えを感じた江藤さん、翌日から協力を取り付けた県内の30余りの店舗に情報誌を届けに回りました。協力お願いしますという挨拶も兼ねてですね、直接、渡しに行こうと思っています。この日は福岡市のスポーツクリニックを訪れました。以前お話ししていたですね、はい、少年サッカー雑誌の方ができたですか。はい、仕上がりましたので、今回の設置のご協力。本当ですか。とんでもない、とんでもない、喜んでも。早速目につきやすい受付の前に置かせてもらえることに。トレーニングとか睡眠であったり、
まあ、そういったのをちょっと紹介するページも一番ねジュニア大事、ね、大事ですね、この時期にね、はい、やっとかんとね怪我してほしくないんで、うん、サッカーに熱中する子どもたちの力になりたい、江藤さんの第二のサッカー人生です。こういった企画が欲しいとかいう声を、まあ、なるべく受け入れてですね、多くの方に手に取っていただけるような今後も、雑誌にどん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 レベルアップしていけるように、頑張っていきたいなと思います。